連隊長があんな若造で大丈夫か。ガーラ様はその辺の若造とは違う。何も知らぬくせして勝手なこと言うな。知るわけねえだろ。ついこの間まで対立してた奴らのことなんてな。口の利き方に気をつけろ。ぶっ潰されてえのか。それはこっちのセリフだ。俺の親父はお前たち砂にやられた。ここで仕返ししてやってもいいんだぞ。はあ、どうやらそう簡単にまとまることはできないようだな。当然だ。これまでの歴史上、各社とは常に争い続けてきた関係だからな。さて、この状況をどうなされる。戦闘大連隊総隊長殿。自国、自里のために、第一次から第三次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ、憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し、俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み、滅ぼそうと考えた。今、暁がなそうとしていることと同じだ。だが、この葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。その者は、敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。彼は俺を救った。敵同士だったが、彼は同じ人中力だった。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。今ここに敵はいない。なぜなら皆、暁に傷つけられた痛みを持っている。砂も、岩も、木の葉も、霧も、雲もない。あるのはただ忍びだ。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺をやればいい。俺を救ってくれたその友を、今、敵は狙っている。彼が敵に渡れば、世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。世界を守るには、俺は若すぎる。浅すぎる。だから、皆の力を貸してくれ。まずは元暁のメンバー、そして元人中力のメンバー、さらに元五影前任者たち、最後にその他諸々名のあった手だれたちだ。どうだい、そうそうたるメンツだろ。それにヤマトの木遁チャクラを使って絶も強化することができた。もちろんこの地下にいる約10万の絶を含めて、ね、戦力は十分に揃ったわけか。君の方は確か死水の目を手に入れるため断蔵の体を手に入れたとか。あれは回収することができなかった。断蔵め、こと切れる前に己の光を潰すとは。それは残念だ。彼の目があれば戦況はさらに有利に運ぶはずだったのに。まあいいか、あれがなくともこちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。気を抜くな、奴らも相当の戦力を集めている。わかってるさ。けど僕らが有利な状況にあるのは間違いない。そうだろ。
いよいよだな。行くぞ。海戦だ。第6章海戦。ここはもう敵の領地内だ。周辺への警戒を怠るなよ。はい、了解。ああ、ここまで大きな動きなし。周囲に異変はない。だが、得てしてこういう時が。今ので数人やられた。くそ。挨拶のつもりだったんだがな、お前らにはちょっと過激すぎたか。ん？派手好きなのは相変わらずか、デイダラ。お前は赤砂のサソリか。久しぶりだな、カンクロ。お前、あん時旦那がぶっ倒した雑魚か。ここまで敵地に入り込んでくるとはな。どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな。奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい。ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことか。ならこの戦争をもらったな。てめえら雑魚にオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ。一度舞台から降りた者に二度もこの世に立つ権利はないじゃん。とっくに古い時代は終わった。今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜ。おお、雑魚のくせに一発の大口叩きやがるな。カンクロ、そこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうな。お前の黒ひげが俺の赤ひげを超え、新しい時代が来ていること。あいつ、仲間の体を。当然だ。戦闘開始。俺たちが復活していることに驚きはないぞ。そこを攻めるべきだ。メロ転生と言ったか。体で新しい技術を出した。芸術は爆発なんだ。敵の攻撃は強力です。気をつけてください。戦闘開始。俺たちに外しているのに驚きはない。お前らの情報をすぐに。戦闘開始。俺たちが外していることに驚きはない。お前らの情報はすでに入っている。確かエロ転生と言った。体で新しい芸術を生み出した。芸術は爆発するぞ。やばっ、気をつけてください。必殺の予感だ。サソリ、
あんたの強さはそこに魂があっただろう。あんたは区別を操る一流の忍びだった。まあ誰かに操られるようなゲスじゃなかったのか。エゴ転生されたものは何度でも復活するべきだ。戦闘開始。俺たちが復活していることに驚きはない。お前らの情報はすでに入った。確かエド転生と言った。何をしようか。体で新しい芸術を生み出してきた。芸術は爆発なんだ。エド転生されたものは何度でも復活するときだ。止めるにはさすがに。あんたの操作はそこに魂があった。あんたは区別を操る一流の忍びだった。誰かに操られるようなゲスじゃなかったはずだぜ。以前より少しはチャクライトの使い方がうまくなったか。けどふざけてんじゃねえぞ。こんな展開誰も期待してねえんだよ。忍び連合をなめんなよ。あっち気にする。傑作の予感だ。うん、援護しようか。あやっぱ初引きにする。あまりだよ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 。戦闘開始。俺たちが復活していることに驚きはない。お前らの情報はすでに解けている。エド転生と言った。体で新しい芸術を生み出して、芸術は爆発なんだ。エド転生されたものは何度でも復活するときだ。こいつらの人間には、あれ名前じゃねえ。援護しようか。傑作の予感だ。うん、気をつけてください。上手にやった。傑作の予感だ。時間で行け。さすがあんたの強さはそこに魂があるんだ。あんたはこいつを操る一流の忍びだった。誰かに操られるようにゲスじゃなかったのさ。以前より少しはチャクライトの使い方が上手い。投げてんじゃねえぞ。こんな展開誰も期待してねえんだよ。うん、俺たち忍び連合をなめんなよ。あっちっきりするやろに。あまりだよ。戦闘開始。俺たちが復活しているのに驚きはない。お前らの情報はすでに入った。エド転生と言った。体で新しい芸術を生み出し、芸術は爆発なんだ。エド転生されたものは何度でも復活する。だったらこいつらを止めるには。やった。さすがに、あんたの強さはそこに魂があったから。あんたは一つを操る一流の忍びだった。誰かに操られるようなゲスじゃなかったはずだぞ。人間プロが少しはチャクライトの使い方がうまくいった。投げてんじゃねえぞ。こんな展開誰も期待してねえんだよ。うん、俺たち忍び連合をなめんなよ。敵の攻撃は強力です。気をつけてください。暴いてやろうか。やっほら。やっほら。気にするじゃん。やった。やっほら。はく引きにするじゃん。やった。ほら。あ、
黒ひぎ総炎の神髄、黒ひぎ総炎活撃、勝負あり。奇襲部隊同士の戦いは俺たちの勝ちだ。気をつけて。江戸転生で復活した者は魂を封印するまで何度でも復活します。ここは私が封印します。頼む。終わりましたね。いや、これからだ。怪我人は医療部隊と合流しろ。動ける者はこのまま奇襲に向かう。はい、はい。これは本当か、イノイチ。ああ、奇襲部隊同士の激突は忍び連合が勝利を収めたと現地からの連絡だ。こちらでも敵数が減ったことを感知した。所詮は俺たちの勝ちだ。よし、戦況はどうだ。先ほど連合の奇襲部隊が敵側の奇襲部隊を殲滅したと報告がありました。まずは一勝だな。他の戦場はどうなっている。各部隊が戦場に陣取ってすでに数時間。そろそろ各地で戦いが始まる頃でしょう。こちらを。持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか。それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、さくらさん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リサ。感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、9時の方向をカバーしつつ万事の陣を基本としよう。霧と、それにこれは霊気ですか。カカシ先生、これって。ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。お前がいるということはあの子もいるんだろう。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていた。まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくとハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。
ここは現実の世界。もうお前たちの来る場所じゃないのさ。ザブザ、ハク。おお、大きくなったな。カカシの部下のくのいち。あの小僧は元気にしてるか。え？あ、うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人形。お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう。そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブサ、カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれど、こうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザは君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。昔、余計なことをベラベラと。ザブザさん。あの時俺は初めて負けた。カカシ、勇者し、俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。ネガ。戦闘開始。相変わらず強烈な殺気を発生した。ザブザ、こんなところであの二人と再会するなんて。ナルトが知ったらなんて言うかな。はっ、オーカさん。
まさかここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ忍び刀新一種の前任者たちだ。カカシ先生、ザブザと吐く。あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ、さて、俺たちの相手はあの六人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、括弧撃破を狙った方が確実じゃ。多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び刀七人衆を一気に殲滅するぞ。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは三人分かれての括弧撃破に努めた方がいいと思う。確かにサクラの言うことも一理あるな。ではガイ先生、僕たちは。ああ、これから俺たちは三方向に分かれての戦闘を始める。各自それぞれの相手を倒したら他の戦場の補佐に回れ。いいな。はい。なんとか七人衆をばらけさせることはできたわね。まずは一人一人確実に。戦闘開始。うなし陣発は爆闘神経を使う。不要に飛び込むなよ。あの刀、爆発の術式が書いてある。爆発の地にしろって。この爆発力とんでもないのね。強引に近づくのは得策じゃないけど、やるしかない。ウォーカさん、ウォーカさん、何だ。
ても喜んでる暇はない。すぐにリーさんたちのフォローに行かないと。僕の拳で戦場に勝利を呼び込んでみせます。戦闘開始。ライト牙の使いリンゴアメージング。奴の雷撃には気をつけろ。雷を扱う忍びですか。動くと効果範囲に気をつけないといけませんね。私も加勢します。助かります。クリアラで決まりには注意しろ。用意の近くは長刀の歪りの餌食だ。変わった武器が持っているようですね。そちらに向かいます。このマイトガイがいる限り忍び連合に敗北はない。行くぞ。戦闘開始。ダッシュ。叫びの人に気をつけろ。もうカブトマリはどんなガードも叩き潰すぞ。なかなかのやり手のよう。これは注意してもらったのがいい。そいつは来てくれたか。ダッシュ。まだ呼んでください。ダッシュ。ついて水川さん、サメ肌を持って。だが注意は怠るな。なぜこいつは刀を持ってきない。断捨離作戦か。息を合わせて。できれば生前に一戦交えたかったが、残念だ。よし、ここはどうにか落ち着いたな。音の方角からするに、あの方向は。カカシ先生。ザブザ。待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺が受け取ったよ。ザブザ。待て。
だからこそ今のナルトはあるんだ。あの時のお前は迷った。だがその迷いこそお前が人である証だ。お前は人間として死んだ。もうこの世にいていい存在じゃないんだよ。大嫌い。この子ごと俺を切るつもりか。どうしてだ。なぜかついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない道具ってやつだ。貴様らのような平和こけした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だなんだ、そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。おっさん、大嫌い。さよならだ、キジギ。まったく俺はよくよくいい拾い物をしたもんだ。最後の最後まで俺を守る素晴らしい道具だったぜ。ザブザ、本当にお前はそう思ってるのか。ハクは俺にとっちゃ道具の一つに過ぎねえ。吸い取りのために水流弾の術、俺のために散る、俺のためだけの道具だ。これで最後だ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。
んな戦いはなしにしよう。お前らの死に様と涙はできるなら、お前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど、俺あいつら好きだった。俺もだよ。